誰でもいい。誰でもいいから、これは夢だと言ってくれ。そんな風にうろたえてしまうくらいに、残酷な現実を突きつけられていた。今年も18歳を迎える妻が、足を開いている。それも一糸まとわぬ姿で、同じ空間に見知らぬ男がいて、妻に覆いかぶさるような体勢になると、ゆっくり腰を動かし始めた。部屋に響くのは、肌と肌が、ぶつかり合う乾いた音。そして、数十年連れ添ってきた妻の、吐息混じりの甲高い声だった。俺は金縛りにあったかのように動けなくなり、なすすべもなく、ただその光景を見つめていた。どのくらい経っただろうか。しばらくすると妻がひときわ大きな声を上げ、見知らぬ男の腕の中で果てた。俺はその光景を見て、俺の名前は清水哲夫、61歳。大手外資系企業で人事を担当している。その日は、部下と飲みに行く予定があり、妻に帰りは深夜2時を過ぎるかもしれないと伝えていた。しかし、部下が突然の体調不良に見舞われ、飲み会の予定は中止となった。予定が変更となったのは残念だが、今年も18歳になる美人妻の京子に、留守を任せるのが心配であるのも事実。早く帰れてよかったと考え直し、夜9時を回る頃には自宅の玄関をくぐり抜けた。それが俺の運命を180度変えてしまうとは知らずに、リビングから漏れる明かりに、思わず頬が緩む。京子には、飲み会の中止を知らせていなかった。予定よりもだいぶ早く帰った俺を見て、驚くだろうか。ちょっとは喜んでくれるだろうか。そう思いながら、リビングに続くドアの取っ手に手をかけた時、中から声が聞こえることに気づいた。思わず赤面してしまうような京子の悩ましい声だった。時々、小さく声を上げながら、熱い吐息を吐き出すのが聞こえたのだ。それだけではない。興奮したように、京子、そろそろいいか。と問いかける男の声も聞こえてきた。俺がいることに、気づいている様子はない。音を立てないように注意しながら、ほんの少しだけドアを開き、隙間からリビングを覗き込んだ。視界に飛び込んできたのは、一糸まとわぬ姿で開脚する妻の姿。肩でハーハーと、息をしながら見知らぬ男を誘惑している。そして、二人の体が重なった。腫れしく乱れる妻の姿。男女の吐息。我慢できずに漏れ出す生めかしい声。それらが現実を、突きつけてくる。地獄を目の当たりにする罪人がいるとしたら、こんな気持ちになるに違いない。そう思ってしまうほど、辛く苦しい気持ちだった。裏切られたこともショックだが、他の男に抱かれる京子は、女性としての喜びを、独り占めしているかのようにも見えた。俺がいることにも気づかず、常時に熱中している。俺の知らない顔を、他人に見せていたことが本当に悲しかったのだ。しばらくすると、妻がひときわ大きな声を上げ、見知らぬ男の腕の中で果てた。俺はその光景を見て音を立てないように、気をつけながら立ち上がり、一旦自宅から出ることにした。突撃して、不貞行為を責めるべきだろうか。そう思ったが、実行には移せなかった。24時間営業のネットカフェに逃げ込み、一人用のブースで朝が来るのを待つ。先ほど見た光景を思い返しては、俺が深夜まで帰らないと思い込んで、家に呼んだのだろうか。これが初めてじゃなくて、俺の帰りが遅くなるたびに、あの男を呼んでいたのかもしれないなどと、止まらない思考に苦しんだ。本当に惨めな気分だ。飲み放題のコーヒーを入れたものの、口をつける気にはなれず、ぼんやりと過去のことを思い返していた。俺と京子はお見合い結婚だった。その時代はいわゆる、おせっかいおばさんが多く、俺も成人してすぐにこの子はどう？あの子もいいよなどと勧められたものだ。俺の両親が京子を気に入って、いつの間にか外堀が埋められ、トントン拍子で婚姻に至った。今の若い人のように、自由恋愛で結婚したわけではない。だが、京子は若い頃から可愛らしかった。こんな人と結婚できる。自分は幸せ者だと思えたし、今でも幸せだった結婚式の日を、ありありと思い出せる。それにもかかわらず、俺たち夫婦の間には夜の生活がなかった。レスのきっかけが訪れたのは、結婚から1年後、京子が少し恥ずかしそうな様子で、俺の赤ちゃんを見守ったと報告してきた。だが、その数ヶ月後、沈んだ表情の京子に、赤ちゃんが、流れてしまったと打ち明けられたのだ。男なら女に涙を見せるんじゃない。そう言われて育った俺だが、その時ばかりは、京子の前で泣いてしまった。それからは京子の心をケアすることを第一に過ごしてきた。せめて経済面での苦労はさせまいと、長時間労働に耐えながら、上司との良好な関係を築き、
不器用なりに出世を目指してきたおかげで今の地位がある。目が回るような忙しさだったから、夜の生活が少なくなっていることにすら気づけなかった。京子からまた傷つくかもしれないって考えると、抱かれるのが怖いと告げられた時も、事情が事情なだけに、仕方ないと思って受け入れた。こうして夫婦らしい行為はゼロになった。それでも仲良し夫婦だと思っていたのに、こういう夫婦の形があっても良いと思っていたし、俺なりに京子を大切にしてきたつもりだったのに、俺は何なんだ。これまでの人生を思い返して、ネットカフェの狭いブースで泣いた。その時、ふと目を上げ視界に飛び込んできたのは探偵事務所の看板。アポもなしに飛び込んでしまったのに、依頼を受けていただけて、この時のことは感謝してもしきれない。後日受け取った依頼結果は、俺の想像をはるかに超えるものだった。京子は、黒。しかも、相手の男性とは、10年以上にわたって交際を続けている可能性が高いということだったのだ。相手の男性は京子と同い年らしい。俺とは3歳しか違わないということだ。だが、写真に写る彼は俺よりもずっと若々しかった。派手なシャツが似合っていて、どこかチャラチャラとした印象を与える男で、京子もいい歳なのに、こんなチャラ男と交わったのかと、言いようのない怒りがこみ上げた。いや、本当は自分の薄くなった頭皮と比較して、彼のふさふさとした髪が羨ましかったのかもしれない。探偵は二人がホテルに入っていく様子もカメラに収めてくれていた。絶対に覆らない決定的な証拠だ。それを妻に突きつけた。俺は、徹底的に戦うつもりだったから、相手の男の住所なども、すべて掴んでいる。弁護士に書類を送らせて、慰謝料を請求すると宣言した。すると、妻はお願いだから、それだけはやめてと泣き出したのだ。自分はどうなってもいいから、あの人にだけは、迷惑をかけたくない。あの人だけは守りたい。涙ながらに訴える妻を見て、頭を殴られたかのようなショックを受けた。そんなにあの男が、好きなのかと。そもそも、相手の男性と出会う前から、俺のことを愛していなかったらしい。親にお見合いを強要され、その時代の女の生きる道はそれくらいしかなかったから、親族に後ろ指を刺されるくらいならと思って、仕方なくと継いだというのだ。結婚から一年が経つ頃、相手の男性と出会って、初めて恋を知った。初恋とは人を狂わせるものだ。彼を愛するようになった京子は好きな男性以外には、抱かれたくない。たとえ、夫だとしても、そう考えるようになった。そこで妊娠、流産したと嘘を吐き、心の傷を理由にもう行為をしたくないと言ったらしい。そう、妊娠も流産も真っ赤な嘘だったのだ。すべての真相を知ったとき、長年抱いてきた妻への恋心が壊れた。これまでは裏切られたショックで失恋したような思いだったのだが、それすらも冷めてしまった。京子は、自分の恋心を成就させたいがために流産したなどと、最低な嘘を吐いた。世の中には、本当に妊娠のことで悩んでいる人がいる。京子は俺の心だけではなく、世の中の悩める女性の心も踏みにじったのだ。妻として、そして人として、京子のことが許せなかった。今でも完全には許せていない。その後、俺は京子と離婚した。いわゆる、熟年離婚というやつだ。相手の男性と京子二人に慰謝料を請求した。京子はずっと専業主婦だったが、今は苦しい生活をしているらしい。そんな生活に耐えられなくなったのか、何度かよりを戻したいと言ってきたが、断固としてお断りした。そのくせ、相手の男性とは続いている。ある意味、お似合いの二人だ。だが、今の俺は幸せだ。なぜなら再婚を叶えて、定年間近ではあるが、仕事も充実しているから。再婚相手は、お子さん二人を連れた優しい女性、バツイチ同士ということで、意気投合して、今では家族4人で温かい家庭を築いている。大きな声では言えないが、今の妻とは夫婦生活も充実していて、つまるところ、ナイトライフの相性もぴったりで、幸せなのである。とはいえ、京子にも同情すべき点はある。今の時代の価値観で考えると、昭和のお見合い婚が正しかったとは言い難い。俺は元妻を愛していたが、彼女は俺を愛せずに、ただ生きるために結婚したのだ。あの時代の女性に選択権がなかったのは事実であり、京子は不貞行為という形でしか、恋を叶えることができなかった。そう考えると令和の自由恋愛は、素晴らしい。そして、その自由は、当たり前のことではないのだ。私は和幸。
67歳です。妻に先立たれて2年が過ぎました。妻は正月が好きでした。昨年は喪中で子供たちが集まったものの、ひっそりと過ごしました。今年は果たしてどのように過ごせばいいんだろうと考えましたが、何も思い浮かびませんでした。考えてみると、正月はいつも妻が張り切って仕切っていました。今のソファーに座って年末の特別番組など見ている私の周りをバタバタと忙しそうに妻が走り回っている姿しか思い出せません。なんか手伝うことがあるかと妻に声をかけても、勝君が手伝うとかえって散らかるわよ。そう言って笑いながらまた世話しなく、でも楽しそうに動き回っていました。私たちには息子が二人いますが、どちらも結婚して孫もいます。それぞれ季節の変わり目など会いに来てくれましたが、昔のように兄弟揃うのは正月しかありません。だから正月が妻の楽しみだったのです。暮れまでに掃除だけはしないとと、重い腰を上げました。私が一人暮らしになると、息子たちが心配して、一緒に暮らそうかと声をかけてくれました。ありがたいし、孫たちも可愛くて、一緒に暮らす夢も見ましたが、新しい生活環境に一人で飛び込む気は、今の私にはありません。足腰が動かなくなったら話は別ですが、そうならないことを願うのみです。親父も何か趣味を持ったらと長男に言われました。もしかしたら一人暮らしをしている私が認知症にでもなったら大変と心配しているのかもしれません。年を取ってから連れ合いを失うと男は特に気力がなくなり様々な病気にかかりやすい。特に年を取ってからの一人暮らしは若い時から一人だった人に比べて免疫が弱いのかもしれません。趣味か。確かに必要かもしれませんが、考えても何も浮かびませんでした。新聞紙をまとめて縛ろうとしたら、紙テープがなくなってしまいました。確か買い置きがあったはず。妻は日用品などまめに買い置きをしていました。案の定、紙テープは階段下のロッカーに入っていました。ちょっとした備品倉庫です。なくなりそうになったら買えばいいだろうと私が言うと、いざという時に使えないと困るのよ。そんなことを言ってました。確かに妻の言う通りだと、新品の紙テープを手に伸ばした時、おしゃれな茶箱を見つけて気になって開けてみました。何やら古い大学ノートが何冊か入っていました。パラパラとめくると料理のレシピが書いてありました。絵が好きだった妻らしく手順はイラストで書いていました。洋風、和風、中華と料理の種類によってノートは何冊も分けられていました。結婚した当初は料理が苦手で分厚い料理本と格闘していた姿を思い出しました。作り始めてから待つこと2時間、やっと出されたのは黒焦げのとんかつと崩れたプリンのようなポテトサラダ。半泣きの妻の手前、勇気を出して食べましたが、結局味は美味しかったのです。やがて子供たちが生まれ、育児をこなしながら妻の料理の腕もどんどん上がり、30分以内に何品も作れるようになっていました。母は強しです。そういえば、妻の料理を最後に食べたのはいつだったろうか。病気が進行して入院しなければならなくなった妻は、その前日に私のためにきんぴらを作ってくれたのを思い出しました。それが妻の手料理の最後でした。あのきんぴらを食べたいな。私は作れるあてもないのに大学ノートをひっくり返してきんぴらのレシピを探しました。和風のタイトルの中には見つからず、やっと探し当てたのはおせちとタイトルが書かれたノートでした。
妻にとってきんぴらはおせち料理だったのです。私は片付けを中断しておせちノートに見入っていました。とても面白いのです。妻はレシピをイラスト入りで工夫して書いていましたが、実はそれだけでなく日記のような簡単なつぶやきをノートの隙間を埋めるように書いていたんです。いつのことなんだか時系列はバラバラですが、気持ちが書き留めてありました。私は他のノートも丁寧に見ていきました。今となっては妻からの手紙のようなものです。洋風レシピノートには子供たちが大好きなメニューがたくさんありました。子供が受験だったのでしょうか、塾への迎えの時間が書かれてました。その後に鉢巻きをした息子の似顔絵、私は思わず吹き出してしまいました。明るくて朗らかだった妻そのものです。家族で出かけた後疲れて帰ってきたのにご飯作りなんかさせてと文句もつぶやいていました。それもイラストで怒った自画像でしたので笑えました。そんな中でいつものつまらしくない文章が目に飛び込んできました。それは和食のノートで私の父親を介護していた時の妻のつぶやきでした。こうやってつぶやいてしまうことを妻は謝りながら、それでもつぶやかずにいられなくて、つぶやいては謝り、そしてまたつぶやいては謝りを何度も繰り返していました。ページをめくると、どれも父親が好きだった料理のページでした。私の父親は脳梗塞を患い、我が家に引き取りました。幸い寝たきりにはならなかったのですが、家で日中は妻が世話をしていたんです。気難しい父親で息子の私も苦手でしたが、私は仕事がありましたし妻に任せていたのです。妻は父親の気難しさなど気にも留めずに優しく明るく接してくれていましたので、うまくいってるんだと勝手に決めつけていました。でも介護はとても辛かったことが伝わってきました。妻のいつものイラストもありませんでした。私には何も言えず一人で抱えてくれていたんだ。私は今更ですが妻に申し訳なくて任せっきりだった自分を後悔しました。おせちのノートを改めて開きました。イラスト入りできんぴらも載っています。ページをめくると綺麗な押し花を見つけました。何の花か名前もわかりませんが、今も庭で見かける花です。庭で普通に見られるなんてこともない花をなんで押し花にしたんだろう。しかもおせちのノートに押し花の周りにはカラーペンでハートマークがたくさん書かれていました。そして妻のつぶやきもありました。その花は私が妻に手渡したものだったのです。息子たちが皆独立して二人だけになって庭でしょんぼりしている姿を元気づけたくて、外国の映画のようにキザに花を手渡したんです。また新婚に戻ったみたいだ、嬉しいよ。そして正月にはみんなに会えるから美味しいおせち待ってるよ。確かそんなことを言ったと思います。半分冗談のつもりでしたが、カズ君から愛のメッセージ、妻はそうつぶやいていました。そして私の好きなきんぴらの絵が書いてありました。我が家のおせちはいつからかきんぴらが定番でしたが、私が好きだから作ってくれていたんだとやっと今になって気がつきました。押し花の周りには私の似顔絵が、笑った顔や泣いてる顔、膨れた顔や困った顔が面白おかしく描かれていて、そしてどんなカズ君も大好きだよとつぶやいていました。私はノートを抱きしめて
涙が止まらなくなりました。片付けはそのままで、買い物に行って食材を買い込み、ノートを脇に置いて料理を作ってみました。読んでいるうちに自分でもできそうな気がしました。あちこち黒く焦げて、ごぼうだか人参だか区別がつかないものもありましたが、きんぴららしきものができて、とにかく一口食べてみました。口に含んだ瞬間、私は驚きました。なぜならそれは完全に妻の味だったからです。もう二度と食べられない、そう思っていた妻のきんぴらでした。すぐそばに妻がいるような気がしました。正月帰ってきた息子たちに、俺が作ったんだと言ってきんぴらを出すと、二人ともかなり驚いていましたが、一口食べると、母さんの味だ、そう言って泣き出してしまいました。私は妻のノートを見ながら、毎日手作りしているうちにすっかりハマった私は、近くの料理教室に通っています。シニアの男料理専門で、料理仲間もたくさんできました。これを趣味と呼んでいいのかわかりませんが、妻に OK と言ってもらえるぐらい腕を磨くのが楽しみです。ご視聴いただきありがとうございました。読んでいて胸に詰まってしまいました。私も連れ合いがおりますが、一緒にいられること、それは当たり前では決してないのだと、お互いに感謝して大切にしたいと改めて思いました。皆さんはどう思われましたか？よかったらコメントをお願いします。まだチャンネル登録をされていない方は、ぜひ登録して他の動画も見ていただけたら嬉しいです。私は水江、53歳の主婦です。10年ほど前まではスーパーデパートをしていましたが、義母が倒れて、その介護のために退職して同居。それ以来、専業主婦をしています。その義母が半年ほど前に亡くなったので、今は夫のよしきと二人暮らし、娘と息子はとっくに独立し、どちらも家庭を持っています。義母が倒れたのは、私が43歳の時でした。命には別状なかったものの、半身が思うように動かなくなり、一人で生活させられなくなったので、我が家で同居することになりました。正直、私は義母があまり好きではありませんでした。こんなことでもなければ、一生同居なんて考えられないほどに、なぜなら義母が、私を嫌っていたからです。夫は私より7歳年上ですが、知り合った会社では同期でした。私は家庭の事情で、中学を卒業して、すぐに働くようになったのですが、夫は一流大学を卒業してからの入社、同期といっても、仕事の内容も、部署も全く違う二人です。その二人がなぜか親しくなり、結婚をすることになったのですが、義母は中卒の嫁など認めない、そう言って最後まで反対をしました。そして認めてくれないのなら、絶縁する。夫がそう言って、やっとしぶしぶ認めてくれたのです。そんな関係でしたので、決してうまくいっている、嫁姑ではありませんでした。ですが、夫にとってはただ一人の母親。中学の頃に、義父が亡くなってからは、女手一つで夫を育ててくれた義母です。私も心を決めて、義母の介護に専念することになりました。その甲斐あってか、最初のうちは頑なだった義母も、多少は、打ち解けてくれるようになり、亡くなる時には、私の手を握ってありがとうと言ってくれました。決して楽しいとは言い難い、10年でしたが、やり遂げた自分を褒めてやることができるぐらいには、頑張ったと思います。夫も感謝してくれましたし、子供たちからも、お母さんは本当によくやったと言ってもらえ、胸が熱くなったものです。夫は60歳で定年を迎えましたが、今も同じ会社で嘱託で勤めています。子供たちは手を離れ、義母の介護もやり遂げ、経済的にも安定している。そんな生活の中、ふと気がつくと、今度はなんだか夫の様子が少しおかしいのです。なんとなく生気がない。そんな感じ、最初は義母を亡くした、喪失感かなと思っていたのですが、どうやら、それだけではない様子。どうしたのか聞いても、
言葉を濁して話してはくれません。ねえ、本当にどこか悪いんじゃないの？それなら早く病院へ行って、検査をしてもらってほしい。夫が言うには、男性としての能力がなくなったのではないか。そんな不安があるとのことです。実は、この10年ほど、私たちにはそのような行為がありませんでした。主に、義母の介護が始まったことが原因ですが、その前から子育てに、仕事にと互いに忙しく、若い頃は頻繁にあったそのことが、目に見えて減っていっていました。これはどこの夫婦にでもあることだろう。私はそうとしか思っていなかったのですが、夫は不満だったそうです。だけど私が、義母のことで苦労している姿を見ると、口には出せず、黙って我慢をしていたとか、確かに時々そのような様子は見受けられたのですが、私はもともとそれほどそのような行為を好んではいなかったので、介護に、家事にと疲れ切った体では、もしも求められても、気持ちよく受け入れられなかったと思います。それが義母もいなくなり、そろそろまた再会させてもいいんじゃないかと思った今になって、体が思うようにならない。それで悩んでいたようです。正直、私はもう53歳。今更そういうことを再会しなくてもいいと思っていたのですが、夫の落ち込みようはただごとではありません。もういいんじゃないの。そう言いたかったけど、とても口に出せる雰囲気ではありません。どうしたものかと考えていて、ある気持ちを思い出しました。私が中卒の理由、それは中学時代に相次いで両親を病気で亡くしたからです。あの頃、自分がまだ子供で、何もやってあげられなかった悔しい気持ち、それを思い出しました。両親どもに、不治と言われる病気で亡くなったのですが、やれるだけのことをやってから出ないと、諦めきれない。病気の種類は違っても、その気持ちは変わらない。私はその日からいろいろと、調べることにしたのです。女性の場合はその部位の診察には、産婦人科という専門の診療科がありますが、男性の場合はまずは泌尿器科らしいのです。そして大部分の男性は、そこに行くのには抵抗があるとか、男性のメンツというやつですかね。夫に言ってみようかと思いましたが、若い頃から体力に自信がある夫のこと、もしかしたら余計に承知してしまうかもしれない。どう切り出したらいいのだろう。そう思っていた頃、二人で一緒にテレビを見ていたら、更年期障害について取り上げていました。男性にも同じような時期があり、心身ともにいろいろな症状があることを、そこで初めて知りました。ねえ、一度更年期障害について心療内科に相談をしてみたらどうかしら。その番組では更年期の場合、心療内科に行くのも有効。そう言っていたのです。夫は心療内科にもやや抵抗はあったものの、泌尿科よりは受け入れやすかったようで、数日後に行ってみることになりました。そして診察の結果、やはり男性ホルモンの値が低く、様々な症状はそのせいだろうとの診断結果を得ることができました。早速投薬治療を始めたところ、少しずつ心身の症状が改善し、やっと満足できる結果を得られたようで、夜のお誘いが、ところが、いざとなるとやはり役に立たなかったのです。どうしてなんだろう。夫は身体的にはほぼ元通りの状態に戻っているらしいのに、肝心の時には、言うことを聞かない自分に戸惑うばかり、ここまで来たら私も元通りの夫に戻ってほしい、そしてまた自信に満ちた夫になってほしい、そう願うようになりました。ですが、一体どうすればいいのかわかりません。私まで落ち込みそうになる毎日が続きました。そんなある日、スーパーのクリスマスセールの福引きで、なんと一等の温泉旅行が当たったのです。近場の有名な温泉ホテルにペアでご招待。最近は落ち込みがちだった夫も、思わぬ幸運に、明るい顔をしてくれました。年末年始の繁忙期には使えなかったので、新年になって落ち着いた頃に夫が休みを取ってくれました。夫婦で旅行なんて何年ぶりでしょう。私の心も、まるで新婚旅行にでも行くようにときめきました。環境が変わったのが良かったのでしょうか。その夜、ついに私たちは10年ぶりに結ばれたのです。夫は若い頃、体力自慢でその行為はとても激しく、荒々しいと言ってもいいほどでしたが、今はゆっくりと、恐る恐る、静かな動きで最後まで、終わった後、夫は若い頃の激しさがなくなったことを謝ってくれましたが、そんな必要は全くありません。当時はその激しさに揺さぶられるように、じっと終わるのを待つようにしていた私ですが、実はその激しさが苦手でした。それであまり好きになれなかったのが正直な気持ちです。私はその気持ちを正直に伝えました。優しく愛してくれたことがどれほど心地よく、今までに、味わったことがない感覚に飲み込まれるようだったかを、夫は私の告白に驚いていたようですが、反省もしたようです。先輩たちに、
女性は激しくされるのが好きだと言われ、ずっとそれを信じていたとか。女の子はね、お姫様のように優しく扱われたいものなのよ。還暦間近のお姫様の告白に、白髪交じりの王子様は優しく答えてくれました。それから私たちの間には、若い頃ほど頻繁ではありませんが、夫婦の時間が復活しました。そして、いつもと違う時間を過ごすために、一緒に旅行をすることが増えました。あの時、夫婦の時が復活したあの旅の宿の夜、あんな特別な夜を過ごしたくて、いろいろな場所に足を伸ばすのです。お父さんとお母さん、よく旅行に行くようになったよね。昔はほとんどそんなことなかったのに、一体どんな心境の変化？旅行のお土産を取りに来た娘が、不思議そうにそう言いました。そうね、年を取ったからかしら。若い時にはわからなかったけど、今だから楽しめること、そんなこともあるのよ。ねえお父さん。私の言葉に夫が、意味不明に軽く咳をし、なんとなく気まずそうに湯飲みを持ち上げ、お茶を口にします。そんなものなのかしら。でもいいわね。年取ってから、のんびり夫婦で旅行。私も旦那とそんな風になれるかしら。どんなことが楽しいの？娘の言葉に思わず夫がお茶を吹き出してしまいました。娘が小言を言いながら夫のこぼしたお茶を吹いてあげてるのを見て、私は思わず笑いそう。きっと娘は老人が老後の楽しみにゆっくり夫婦で過ごす旅行を想像しているのでしょうが、実際は全く違います。人生100年時代、私たちは今二度目の蜜月を過ごしているのですから。そうね、そうなるといいわね。私の言葉にもう一度夫が軽く咳をして、今度こそ私は我慢できずに吹き出してしまいました。娘はそんな両親を不思議そうに見るばかりです。